マウントポジションからパウンド。マウントポジションで体勢が整ったら両腕でパンチ攻撃をします。狙う箇所は顎、目、鼻、テンプルなどを打ちます。相手の手をつかみながらパウンドをするとより効果的です。腕を首に巻きつけ手首をつかみ殴ることも良いでしょう。マウントポジションから腕十字固め。マウントポジションの状態から上体を相手の胸へ移動させ、決めたい手の肘を取りながら顎を押し、素早く回転して頭に足をかけていきます。決めたい腕を抱えたら両足をしっかり締め、背筋の力を利用して決めます。決めるときは腹部を前に押し出すようにし、相手の手の小指側を胸につけるとうまく決められます。マウントポジションから腕十字での間違い。手首を取って決めようとしたり、相手とのスペースが空いたまま決めに行っても相手に脇を締められ起き上がられてしまいます。マウントポジションから肩固め。マウントポジションの状態よりパウンドなどの攻撃を防御するために、相手が手を前に出したら二の腕を押して首に押し付けます。体重をかけながら相手に枕を引いて両腕をクラッチします。肩で相手に体重をかけながら相手の横へ移動し、頸動脈を締めていきます。締めるときは相手の腕と首にスペースができないようしっかりと押し込み、頭で押さえながら締めるようにします。バックポジション。バックポジションを取った状態で両足を胴に回して体勢をキープすれば、パウンドやチョークスリーパー、腕十字固めなどを狙いに行きます。相手の後ろにいるため強い攻撃をされることはほぼないため、非常に良いポジションとされています。バックを取られた選手は相手を見ることができないため防戦一方となります。バックの押さえ方。1、カメの体勢になった相手に対し相手の胴に両足を回してキープします。キープするときは両足をしっかり相手のももにかけ、振り落とされないようにします。前に乗りすぎにも注意しましょう。バックの押さえ方。2、両者仰向けになっている状態で後ろから抱え込んでいる体勢、相手の胴に両足を回し、肩の上からと
脇の下から両腕を回してクラッチし、体勢をキープさせます。バックのポイント、胴に回した足は三角締めの要領で両足をフックし、フックしている足を膝の裏に差し込むとうまくキープすることができます。亀状態からバックマウントへ。亀のバックポジションの状態から両腕をフックして相手を潰し、相手を伸ばした体勢をバックマウントと言います。相手の体勢を伸ばすためには重心を頭の方へ乗せながら腰にプレッシャーをかけると相手を伸ばすことができます。バックポジションからスリーパーホールド。バックポジションの状態から相手の左手を押さえながらパンチを打ち、腕を首に巻いていきます。相手の後頭部に手を差し込んだら右腕を引きながら胸を張って締めていきます。腕を首に巻きつけるコツは相手にパンチ攻撃を意識させることです。パンチ攻撃に意識した相手はスリーパーホールドの意識が薄れるため首を取ることが容易になります。首を巻いた手で相手の肩を掴んだら相手の後頭部に手を差し込みます。右手は左上腕二頭筋を掴み、左手の甲を相手の後頭部に当てます。上腕の上に顎を乗せてしっかりロックし、背筋を伸ばして決めていきます。スリーパーホールドの注意点。左手を後頭部に差し込むとき、回しながら差し込もうとすると相手に腕を取られて決めに行くことができなくなります。差し込むときは横からコンパクトに差し込みましょう。亀状態から腹固め。亀状態になった相手に対し相手の側面から手を通し相手の手首を取ります。右膝で相手の肘を開かせて左足を巻きつけ、左足を持ち上げて相手の腕を決めます。腹固めのポイントは相手の手首を取って相手の動きを防ぐことです。手首を取ることにより決める腕を足に絡めるときに防御されずに行うことができます。決めるときは相手と自分の体が十文字を描くように移動することにより相手の腕をうまく決めることができます。パウンド。パンチを当てる部位は顎の筋、顎の横の部分の上、この2箇所を打ち抜かれると脳震盪に近い状態に陥ってしまう。耳もしくはアンダーイヤー、大動脈が通っている部位を強く打たれると一時的貧血状態に陥ります。テンプルは直接脳にダメージの伝わる部位であり、
打たれると平均感覚がなくなります。鉄槌の当てる部位は顎もしくは鼻を狙い、強く打って KO を狙って打ちます。ガードポジションでのパウンドは目のフェイントを使いながら頭と腹部に攻撃を散らして的確に急所を狙って打っていきます。パウンドを打つときに下からの腕十字固めや三角締めなどに注意しながら打っていきます。サイドポジションでのパウンドは鉄槌を使いアンダーイヤーや目、鼻、顎などを狙い強いパンチを打っていきます。マウントポジションでのパウンドは体勢を返されやすいため十分なバランスをとり相手の腕を押さえながら的確で強いパンチを打っていきます。バスター、クロスガードを取られた時のバスターは両手で相手のおでこを押し上げ後頭部からマットに叩きつけます。三角締めからのバスターは相手を頭上に持ち上げて後頭部からマットに叩きつけます。飛びつき十字固め。右手で相手の首を取り、左手は相手の右腕を取っている状態より、右足を相手の脇の下に振り上げ、振り上げの勢いを利用して相手に飛び込み、左足を相手の顔に引っ掛けます。床に後頭部を打たないように、目線は自分のへそを見ながら、頭を相手の股の中に入れていきます。相手がバランスを崩して倒れ込んだら両膝を締めて相手の腕を伸ばして決めていきます。中途半端に飛びついても足をかけることができないため勢いよく飛んで仕掛けに行きましょう。飛び上がるときは相手の首のクラッチをしっかり引き寄せることがポイントです。ギロチン。タックルをしてきた相手の首に腕を巻いて引き込み、相手の背中で両足をクラッチし首を引いて締め上げていきます。喉に当てる部分は手首の部分になります。手首の部分で締め上げるようにして決めていきます。喉を締める場所は頸動脈もしくは喉の気管部分を締め上げます。ギロチンポイント。上半身をひねりながらクラッチしている両足で相手を押し込んでギロチンを決めていきます。
両足タックル、左足を相手の足の間に一歩踏み出します。素早く両手で相手の膝裏を抱えながら右足を相手の横まで引き寄せます。胸から当てて相手と密着し、左側へ押し倒すようにタックルします。タックルをする時の顔の位置はしっかりと相手の腰の横に密着させ、目線は相手の肩甲骨を見るようにします。頭を下げたままタックルに入るパターンはよくありません。タックルする時の両手を抱える位置は腰ではなく両膝裏に小指から刈るようにして抱え込みます。入り方は両足タックルと同じタックルですが、相手を抱えた後遠心力を使って相手を持ち上げていくタックルです。通常の両足タックルと比べ、右足を深く踏み込み、左足の踏み込む力を利用しながら一気に相手を持ち上げていきます。片足タックル、右足を相手の外側へ踏み込み、顔と胸を相手に密着させてから倒すことがポイントです。お互いの構えがサウスポーの場合、取りに行きたい足が後ろ足であり遠いため、タックルを切られやすくなります。構えが喧嘩四つの場合、取りに行きたい足が前足であり近いため、タックルに入りやすくなります。片足タックルのクラッチの効き方は、右手で左手首をしっかり掴むことにより相手にクラッチを切られにくくなります。クラッチを逆に掴んでしまうと簡単に切られてしまいます。右手で左手首を掴むことがポイントです。片足タックルに入る場合、しっかりと自分の顔と胸を相手に密着させて、相手の左足を両足で抱え込みます。密着せずに行うと相手に頭を押されて突き放されてしまいます。よって相手の足を抱え込みながらしっかりと密着して、頭を内側へしっかり入れて後方へ倒していきます。総合格闘技において頭を外側に出して片足タックルをしてしまうと、相手にショークスリーパーのような形で首を取られてしまいます。相手の左足をしっかりと抱えて両足で挟み込み、両腕に持ち替えてから半円を描くようにして後方へ倒します。相手の左足に片足タックルに入り、
胸の前にて手に持ち替えテイクダウンをします。片足タックルに入り、左手で抱え込むようにしながら高く持ち上げ、右手で相手の首に回してから右足で相手の足を刈っていきます。片足タックルに入り、右手で相手の膝に当ててから相手の後方へ回り込むようにしながらタックルで倒します。片足タックルに入り、体を密着させ、右手を膝に当てるときは手のひらを返すようにしながら相手の左足を引き寄せ回しながらテイクダウンをします。胴タックル。胴タックルは相手の足の間に踏み込み、体を密着させながら相手の胴をクラッチします。頭で相手の顎を突き上げて相手のバランスを崩し後方へ倒していきます。頭で相手の顎を押し上げてクラッチしている腕を手前に引きながら倒していくことがポイントとなります。クラッチを組む位置は腰骨でしっかりクラッチします。背中の上の方でクラッチしてしまうと相手のバランスを崩すことができません。ロープギアのタックル。相手をロープギアまで追い込み、両足タックルに入ります。相手の後ろでクラッチして、相手の足を引っこ抜くようにしてテイクダウンします。ロープギアでタックルに入れば、相手は後方へタックルを切って逃げることができません。両手でクラッチし、相手のかかとを浮かせるようにしながらテイクダウンします。テイクダウンした後、相手のクロスガードに入らないようにすることがポイントとなります。両足タックルでテイクダウンを狙いに行った時、相手が両足を開いてタックルを防御してきたら素早く横に移動して片足タックルに切り替えます。膝の裏でクラッチをしようとすると、相手はテイクダウンをさせないために、両足を開いてクラッチを組ませないようにしてきます。足を開いてバランスを失ったところに、両足タックルから片足タックルに移行します。両足で相手の足を挟み、相手のバランスを崩してから片足タックルでテイクダウンをします。両足タックルに行き、相手が両足を開いてきたところに片足タックルに入ります。相手が片足タックルを警戒し再び足を閉じてきたら両足タックルに移行しテイクダウンします。片足タックルに入り、相手が足を外側に回してタックルを防御してきたタイミングに合わせて
両足タックルに移行することがポイントとなります。両足タックルの切り方、相手がタックルしてきた際に自分の前腕を使い相手の鎖骨に当てバックステップしながら相手に足を触らせないようにして距離を保ってタックルを切ります。自分の前腕を相手の鎖骨にしっかりと当て素早く反応することがポイントとなります。両足タックルの切り方の練習法、バービー。両手をマットにつけて両足を大きく開き腰をマットにつけます。相手のタックルに反応するための練習法であり素早く反復練習することが重要であります。両足タックルの切り方、相手のタックルに対して自分の前腕で相手の顔をしっかりと切り自分の右足を後方に下げがぶりの体勢に入り相手の頭を自分のお腹の下に持っていき完全に相手をがぶります。重要なポイントはタックルをしっかりと受け止め顔を切り右足を後方に下げ相手の脇と首をロックし相手の頭を横から出させないことがポイントとなります。相手の体を抱えて顔を横に出させてしまうと完全にタックルに入られてこのような形でテイクダウンされてしまいます。片足タックルの切り方、相手がタックルしてきた時に右手で相手の顔を押しながら左足を相手の右足の外へ移動させておきます。足を外側へ回し相手の頭に体重をかけながら左手で相手の脇の下を通して自分の右手をクラッチします。左足を一気に引いて抜き出し抜けたら相手の首に腕を巻き込みながらがぶります。片足タックルを切ってからのチョーク、相手がタックルしてきた時に右手で相手の首を取り左足を後方へ引き抜いて相手を崩しながらバックに回り込みチョークを決めていきます。チョークを決めるときは相手の首に腕を深く巻き込みながら左手を相手の内ももを押さえ腹部を出すようにしながら足を切っていきます。足を切った後相手を崩しながら素早くバックに回りチョークを決めていきます。